クリフォード・モリス・ハーディンはアメリカ合衆国の政治家。1969年から1971年にかけて第17代アメリカ合衆国のオム長官を務めた。1915年10月9日、ハーディンはインディアナ州ナイツタウンにおいて誕生した。ハーディンはバドゥー大学で学び、1937年に理学士号、1939年に 理学修士号、1941年に理学博士号を取得した。ハーディンは1944年から1948年までミシガン州立大学で農業経済学の教授を務めた。ハーディンは1948年にミシガン州立大学の農業試験場で副センター長に就任し、続いて1950年に同センター長に承認した。 ハーディンは1953年から1954年までミシガン州立大学農学部の学部長を務め、1954年から1968年までネブラスカ大学の大学総長を務めた。1969年、ハーディンはリチャード・ニクソン政権で農務長官に任命された。ハーディンは農務長官として、 連邦市民に対する食料支援プログラムの拡張を実施し、新たに二つの行政局を創設した。一つは貧困層に対する食料援助を管理する食料栄養局。もう一つは州政府及び地方行政機関との協調連携を管理する政府間関係局である。ハーディンは1971年までのオウム長官を務めた。2010年4月4日、逝去。 クリフォード・モリス・ハーディンの父親は、ジェイ・アルビン・ハーディン。母親は、メーベル・メシーであった。ハーディンは1939年6月28日に、マーサ・ラブ・ウッドと結婚した。ハーディンは、マーサとの間に、二男三女を設けた。スーザン・キャロル・ハーディン・クリフォード・ウッド・ハーディン・シンシア・ウッド、ハーディン・ナン・シー・アン・ハーディン・ジェームズ・アルビン・ハーディン。ありがとうございます。